Sitting, sitting, sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. こんにちは、リアリ筋力ジム社員です。今日は、腕トレをやっていくんですが、実はね、今日の夕方に新しい腕のマシンが入るので、今までのマシンは今日で、最後ということで、名残惜しいですがマシンはどんどん良くなっていきますので、最後のそのマシンを使って、いきたいと思います。はい、じゃあ1種目目はマッスルゲージを使ったヤローベンチプレス、三頭筋を鍛えていきます。これもやっぱりそのここが水平近くになることと、手が肩の方に落ちてくるように体の位置を決めているっていう感じですね。でここできつくなってきたら最後カチカチに叩いて終わるっていう、この2段階でやってます。最近気をつけていることは、受けた時に少し関節のこの余裕を持たせるとか、遊びですね、関節の遊びを持たせると筋肉の張力が一瞬ギュッと強くなるような気がするので、まあ、そういうふうにやってます。カチンと受けちゃうと張る前に跳ね返っちゃうんですよね。でこの滑らすことによって少し関節の余裕を作ってあげる、まあ、木をね、木の枝をゆさゆさ揺らすようなイメージでやってます。体幹に力が入りすぎてしまうとこういう揺さぶる動きができないので、体幹に力入っちゃうと体で受けちゃうので、体がしっかり、まあ、揺さぶれるように、で鍛えたい筋肉が支えている骨がね、遊べるぐらいの重さにしてます。これ練習は必要ですね、やっぱり。少しこれはテンスもね、重要な要素に入ってくるので、まあ、筋肉が張ってるっていう感覚ですよね。そういう意味でのセンスですね、感覚という意味でのセンスが少し必要になってきます。でさっきのセットで少し重く感じたので、10キロ落として最後のセットやっていきます。
はい、こんな感じで常に同じ重量がそのセットの筋肉の緊張を作れるわけではないので、まあ、だんだん筋肉の緊張できる重さっていうのは下がってくるはずなので重さは減らしていく感じになると思いますね。マッスルアームカールなんですけど、実はこれが、今日新しくあるマシンです。なので僕がまあここでやるマッスルアームカールは、これが最後になっています。まあ、これは水平で耐える、もしくは水平まで粘るっていうこの2パターンで今追い込んでるんですけど、筋肉の張りっていうのは骨がしっかり押されている限りは一応張ります。でその角度が水平に近づけば近づくほど張りを持ってくるんで、まあ、こういう状態だったとしたらギューって張ってくるっていう感じですね。それか水平で耐えてる間にギューって張力を増していく傾向があるので、まあ、2つの張らせ方でやると確実に、晴らすことができます。確実ですね。張り感で言ったらもう抜群に張りますので、めちゃ効く。これがもっと効くマシンに変わっちゃうんだから恐ろしいですよ。鍛錬は筋肉のね、緊張していく具合によって少し重さを軽くしてより緊張できるようにしていきます。めっちゃいいだ。やり方次第でいくらでも刺激っていうのは変えられるので、ただ振っても入ります。そこはね、忘れないように使っていただきたいと思います。でこのマシンね、今までお世話になりました。短い期間だったんですけど、マシンがねより良い方向に向かっていく証拠なので、今日でお別れということでありがとうございました。じゃあ次の種目はマッスルプッシュダウンやっていきます。実はこれも今日新しく変わりますので、ここでは、今日がこれ最後になります。
これもしっかり筋肉が本当に張る位置まで耐えるという感じですね。でこれもやっぱり少し遊びを受けた時に持たせた方が筋肉が張るので、やっぱ人生もね、遊びがないと張らないと思うので、まあ、そこら辺は一緒なのかなという。これはやっぱり2段階で追い込むようにしてます。膝カックみたいに最後なりますので、それぐらい効きます。というわけでこの種目はこれで最後になります。で新しいね、フィッシュダウンもぜひ皆さん使いに来てほしいなと思うので、このマシン使ったことある人はどう違うのか、ぜひ確かめてきてください。ありがとうございました。次はイージーアームカールですね。これも、最近はその少し受けた時の関節 の遊びですよね。その遊びによって筋肉も自然な緊張を起こすっていう、その辺見ていただければなと思います。やっぱりそのただカチッて受けるより、この時のギュッていう張力が働くので、まあ、それを拾いたいっていう感じですね。で重すぎるとカチッていっちゃうんで、やっぱこれもやっぱお腹とか背中とかに力が入らない程度の重さに設定すると、逆にこっちが押されるので、そこら辺がセンスですね。重さの選択のセンスです。やばいきついですね。
やばい季節これ。結構前に行かないように後ろに体重残したまま振ると負荷の強いところで動作できる気がしたので、まあ、次からもうちょっと上体を立てた状態でこのプレートが強いところでちょっと体を煽っていきたいと思います。パンプを狙ったリアクションのプッシュダウンをやっていきます。でこれは手先で扱える重量であえてやってみて大事にするのは動作スピードになります。で体で扱わなきゃいけない重量になってくると当然動作も遅くなってくるんですけど、まあ、手先で扱える重量になればなるほどスピードは上がってくると思うので、まあ、スピード重視の場合は少し軽くなります。張りますね。血管がものすごいギューッとこう膨張していくような感覚ですね。じゃあ次はリバースカールですね。イージーカールを使ったリバースカールなんですけど、手のひらが前に来ていればこちらになります。でパラレルだとここで、アンダーだとまあここですね。ここっていうのはね、なかなか鍛えるの難しいんですけどね、あのフリーウェイトで順手で持ってカールすると手首巻いちゃって痛くなっちゃったりとか他のとこ力入っちゃうんですけど、ここに乗せてるんでもうここにピンポンで入るようになってます。うわ、ピンポイント、ここピンポイントってなかなかむずいっすよ。安心してください。効いてます。じゃあ最後ケーブルの2投ですね。これもリアクションを使うのでパンプ狙いやっていきます。まあ、これで完全、ここに完全なるパンプを得て2投が終わるという感じになります。
はい、というわけで、今日最後の種目も少しあったんですが、どんどんね、マシンも良くなっていく、昔のも含めてどんどん良くなっていくと思うので、ここにはね、どんどん新しいマシンを、種の新しいマシンを入れていきたいと思いますので、まだね、使ったことない人はぜひ次使いに来てください。ありがとうございます。